汚れちまった悲しみに。ガチンコ男事件。はい、ガチンコ名言集、久保でございます。今日はですね、名言というよりもちょっとした考え方を教わりましたんで、ここでシェアしたいと思うんですよ。それはですね、日本国内にはいろんな問題がある。でもなんでね、毎年毎年海外に莫大なお金を支援してるのかっていう問題なんですよ。それについてこうではないかなってことを4つぐらいにまとめましたので、義理と人情を添えてですね、皆さんと一緒に考えてみようかと思います。それではスタート。1つ目、世界に恩返し。大東亜戦争が終わった直後、日本は文字通り焼け野原。そんな中で世界中の支援が私たちの国を高度経済成長に結びつけて現在に至っております。その恩返しのために今我々は世界中に支援の手を差し伸べているんではないでしょうか。2つ目、我々は世界の労働力に頼っている。農業、漁業、そして IT、数々の分野で我々は海外の労働力に頼っております。身近なところではコンビニ、深夜のバイト、もはや世界の方の労働力なくしてこの国は成り立たなくなっているのです。3つ目、相対的に日本よりも苦しい状況の国がある。確かに日本国内の問題も解決しなければなりません。と同時に、世界とつながっている今、世界の問題にも目を向けなくてはならないのではないでしょうか。4つ目、海外支援で培ったノウハウは国内支援、問題解決にも生かせる。なぜ貧富の差があるのか、なぜ貧困がなくならないのか、なぜ戦争が起きてしまうのか、このような問題は日本国内を見てもなかなかヒントが見出せません。しかし海外の支援を通じてそういったことが分かってくるかもしれません。好きなものほど取り上げられ、うつむく癖がついた。